日本鹿児島県鹿児島郡と島村、諏訪野瀬島諏訪野瀬島の位置諏訪野瀬島は、鹿児島県の虎津列島に属する火山島である。人口は79人、世帯数は44世帯。豊島村では、中野島に次いで2番目に大きい島である。地名としての、諏訪野瀬島の故障は、鹿児島県鹿児島郡と島村の大技となっており、大技の区域は、 諏訪の瀬島の全域にわたる、諏訪の瀬島の空中写真。2009年12月8日撮影の23枚を、合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成諏訪の瀬島前景火山活動が活発な、安山岩室の清掃火山である。島の中央部には崩壊カルデラがあり、 中央河口級のお竹が形成されている。山頂の南西には直径200メートルの旧河口があり1813年の噴火では大量のスコリアの噴出に次いで安山岩室の溶岩流が流出し西海岸まで流下した。この噴火で全島民が島外に避難し1883年まで無人島となる。1884年には三竹の河口から 東海岸まで溶岩流を流下し、現在でも、お竹では、桜島と同じく日常的に噴火が発生している。安山岩室の火山は通常ブルカの式噴火を起こすが、諏訪の瀬島では、玄武岩の火山に多く見られる、ストロンボリ式噴火を多く発生することが知られている。2021年3月5日。 気象庁が諏訪野瀬島の噴火警戒レベルの判定基準を公表した。地質的には70万年前からの活動が認められている。有志以降は以下を参照。諏訪野瀬島飛行場鹿児島本港南府島から豊島村営フェリー、フェリー豊島にで連絡する。島内にはかつて山張ゾートが保有し、1997年以降、 尊営に移管されている諏訪の瀬島飛行場が村内唯一の飛行場として存在したが、現在は航空法の定める飛行場ではなく場外離着陸場という位置づけとなっている。ウェブページの中には島の名前を諏訪瀬島と記載しているものもあるが、正式な表記は諏訪の瀬島である。豊島村役場や国土地理院など公的な機関のウェブページにおいて、 諏訪せ島と表記している例は見当たらない。海を探しに、私の居場所4火山の島に移り住む、日本経済新聞、2016年9月3日、長官。ありがとうございます。